サントドミンゴ教会は1609年にドミニコ会のフランシスコでモラアレス神父によって長崎県長崎市に建てられた教会である。近教令によって5年後の1614年に壊された。2002年長崎市立桜町小学校の校舎建て替えに伴って行われた発掘調査によりこの教会の遺跡が発見された。日本における 江戸時代初期の教会遺跡は貴重であり、世界遺産暫定リストに掲載された長崎の教会群とキリスト教関連遺産を構成する文化財の一つとなっていたが、後に候補から除外された。保存処理されたサントドミンゴ教会跡の遺構長崎県長崎市勝山城30-1長崎電気軌道桜町電停下車フランシスコでモラアレス神父は、 1602年から薩摩で宣教活動をしていたが、迫害が始まり、1609年に薩摩を追放された。その際、軽迫にあったロザリオの聖母制度を解体し、その木材を船で運び、長崎に移設したのがサントドミンゴ教会である。移設した地は、当時の長崎大官である村山人志安がドミニコ会に寄進した土地であった。 1612年、幕府領に禁教令が出され、1614年には、サントドミンゴ教会を含めて、長崎のほとんどの教会、キリスト教関連施設が壊された。サントドミンゴ教会が壊された後、跡地には、長崎大館となった末継ぐ平蔵が、大館屋敷を建て、その後も、大館屋敷が建てられたため、遺跡からは、教会時代、大館屋敷時代、 それぞれの品物が出土している。2004年、桜町小学校の敷地内に、サントドメンゴ教会跡資料館が建てられた。出土品や遺跡、長崎市内で発見された、キリシタン関係資料が展示されている。入場無料。1605年、大村寮長崎村が天領となった。ありがとうございます。